北口1939年の赤間駅赤間駅は福岡県宗形市赤間駅前一丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JA14 小倉駅と博多駅のほぼ中間に位置する。1961年6月1日に文字港駅久留米機関が電化して速度向上が図られると団地の造成などと相まって福岡市及び 北九州市に通う通勤、通学する居住者が増え、当駅周辺はベッドタウン化が進んだ。快速停車駅で特急も、きらめき、かもめ、日輪シーガイアのすべてと、ソニックの内朝晩の一部列車が停車する。1982年に、京城駅舎となり、2004年に南口駅前広場完成し、2009年2月25日に、 北口駅前広場と自由通路などが完成して、共用開始となった。2009年に完成した自由通路南北線は、北口と南口の双方に上りエスカレーターと、エレベーターがあるガラス張りの通路で、長さが約110メートルあり、多目的トイレなども併設されている。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。改札口は中央に1カ所。駅舎内にはコンビニがある。 直営駅で緑の窓口、自動改札機、自動生産機が設置されている。トイレは改札内に一つ、南口と北口の階段下に一箇所ずつ設置されている。当地区県がうどん県で駅弁も販売。主な駅弁は下記の通り。バス路線も多く、快速などの停車駅となっており、次の駅の教育大前駅の方が近い地区でも、当駅を利用する場合もあるため、 駅税券と呼ばれる駅の集客範囲は広めであり、これからも利用者が増加する見込みがある。開業時から明治30年代までは、最多であった1900年度でも1日平均乗車人員は228人と、不審であったため、貨物収入で損益の均衡を保った。2019年度の1日平均乗車人員は8659人であり、JR 九州の駅としては、 第19位である。当駅は、筑前21宿の一つとして数えられるほど、江戸時代に栄えた唐津街道の宿場町、赤間宿の西側にある、旧度穴村に開設された。近隣にある、生き目八幡宮の南側にある定地はかつては、入り江で船着き場となっており、釣り川を通じて、海とつながる水運の地であった。 駅開設時点では1889年の町村製施工事の旧村合併により赤間村の一部となっていた。現在は胸方市の中央部に位置している。当地に駅が開設されたことで、周辺は幹線道路の開設と相まって胸方市の中心的な商店地区の一つとなった。しかし、その一方で旧赤間宿は衰退することになった。 1961年6月の鹿児島本線電化を受けて、胸方森林都市や製鉄団地等の住宅地の開発が進み、福岡市や北九州市へ通勤する住民が増加した。南口側は宅地区の約100万坪の用地を取得して、胸方森林都市が民間企業により開発され、その一角には1966年4月に、 東海大学と付属高校が開校した。1999年度から赤間駅周辺整備事業が進められ、エレベーターとエスカレーターのある自由通路、北口と南口にバスタクシー乗降場やロータリーのある駅前広場、駐車場や駐輪場、公園などを整備した。しかし、この間の1999年11月に、夢タウン棟方、 2000年11月にクリエイト、胸方と大型商業施設の進出が相次いだ。こうした大型商業施設の影響を受け、老朽化が進んでいた北口周辺地区は商業地としての機能が衰退する形となった。そのため、駅周辺整備事業の一環として、北口では約3.6ヘクタールの土地区画整理事業も実施され、道路整備と宅地造成が行われた。 以下は、バス等の交通機関による連絡以下は、バス等の交通機関による連絡北口、南口それぞれにバス停があり、共に駅舎を出て、すぐのロータリーで乗降車できる。バスの時刻表は、駅構内でも確認することができる。沿線の住宅地を回る路線で通勤、通学客の利用がある。宗方郡玄海町池田にあった大和炭鉱から石炭を運び、 当駅で貨物列車に積み込んでいた。なお、道端港は1948年1月に創業を開始し、1956年から1959年には月産約3000トンを出荷したが、1960年には月産約500トンへ減少し、後に閉山となった。開業時の地名が由来、古代から宗方氏が領有した地で、 古くから宿場町として栄えた。ありがとうございます。